模倣っていうのはある意味ビジネスの最大のその成功の方法の一つだと思ってるんだよね。フランチャイズチャンネル。今回のフランチャイズチャンネルも南原社長にお越しいただいてます、はい、よろしくお願いします。これ2回で終わりなの？2回か3回か、まだ話したいところがあるから4回5回ぐらいまでやりますか？いいんですか？そんなにありがとうございます嬉しいですジムのフランチャイズでね、ストイックな、形式なものがもう10年前から始められてて、なかなか、フランチャイズにするのが難しかったというお話だったんですけど、そこをもう少し詳しく伺いたいんですけど、やっぱりね、その模倣できるじゃないですか、はい、業界的になんていうのかパクるっていうのかもしれないけど、模倣っていうのはある意味ビジネスの最大のその成功の方法の一つだと思ってるんだよね。例えば、それは戦略的に、これ良くも悪くも小さな会社が頑張ってやってますよと、そのミスを模倣することによってより資金力のあるところや広告力のあるところをもっとでかくできますよと、こういったことはもう古今東西ずっと昔からあるん で、例えば美味しいレストランがこういうメニュー作るって言ったら、みんな同じようなメニュー作りますし、それこそ名古屋の鉄板の上に乗ったスパゲッティなんか、岩井さんが大好きだと思うけど、あれなんか名古屋中の喫茶店全部作ってますから、最初誰かが始めたやつやっぱ模倣してるんですよね。でもフランチャイズっていう立場から立つと、なるべく模倣されない、もしくは模倣されないようなその他の仕組み、例えば一気呵成に広告を打って全国のシェアを取っていくと、そうしたら模倣されにくいとか、例えば同じようなジムをやるにしても大金を投入して1店舗あたりの金額を上げていくと模倣されにくいとか、いろんなその模倣されにくい仕組み、例えばそれがソフトウェアで、こういったソフトウェアの面白いものを導入して、そこからお客の管理ができて、それ模倣してやるよりも自分はそこのフランチャイズに入っちゃった方がいいんじゃないかとか、だからそこで一兆の湯があれば、面白いビジネスモデルまだまだできると思うんだけどね。東京では、今年やかに支えられているのがね、南原社長のそのモデルが結構大きいところが真似したとか、それはパクられたってやつですねそれは噂はありますけれども、そうだね、それはでも仕方ないじゃないですか、さっきの話。なるほど、僕はあそこの株買っとけよ、買っとけよなるほど、とある。そしたら当時時価総額4億円だったやつが今ね、今ちょっと知らないけど一時何千億円、多分俺がちょっと1割ぐらい買っとったら500億ぐらい儲かったと思うんだよねなるほど、失敗した。すごいですよね、ストイック系のそのジムは10年前って言ったら全然なかったですよね。でもね、実は言うとアメリカとかには普通にあるんですよね、なるほど。日本ってそういったトレーニングで言うとどっちかというと後進国で、逆に言うと日本のビジネスパッケージをそのじゃあ今度アジアの国の人たちが展開してたりとか、そういうのよくある話なんですよね。そうなんですね、ビジネスの種ってのはいろんなところにあるんですね。そうだね、今もうインターネットで世界も地球もすごくちっちゃくなったし、LCC のおかげで地球もちっちゃくなったし、だって日本にあるインターネットのビジネスモデルなんて、じゃあ楽天とかなーにいったらね、アメリカの模倣でしょ、だってその人をこう、なんていうのか、インターネット上を通してマッチングさせて、その自宅でビジネスさせるっていうのももっとすごい成功したところがアメリカにあって、それを日本で始めた人って、ある意味模倣だよね。ネットビジネスって例えばああいった出会い系とかもほとんど模倣だし、アメリカの、なるほど。でもアメリカのビジネスモデルとかちょっと面白いところを模倣していくっていうとかどうしてもあるんだよね。なるほど、そう考えるとその、パクられたっていうのも、そういうのもあるよねみたいな、仕方がないっていう便利な日本語があるぐらいだからね、なるほど